ちさん。よかった、はるか。そんな、満足そうな顔しないでよ。死なないで、おじさん。諦めるな。ユータと、ハルトと、幸せに。Oh, fuck me, dude. Damn, son. Just damn, you know? It's crazy how I've been invested in this series since PS2. And the storytelling was fucking godlike. Holy dog shit, man. This hurts. A lot. It hurts. A lot. But that's Beat It 2018 for Yakuza 6. Not the ending that I wanted. But holy fuck, man. I saw my favorite actor die in the game. He dies in fucking everything he's in. All right, epilogue sequence. Oh.
Kiyomi and Somea's daughter. Kiyo-chan wa zutto anta no koto ki ni kake totta nja. Mitsu no toki ni wakareta njatta no. Oboete run ka? Kaa-chan no koto.写真でだけ。でもお父さんがいろいろ話してくれた。ソメヤが。お父さんの仕事のせいでお母さんは出ていくしかなかったって。お父さんはいつも自分が悪いんだって言ってた。そうか。ほいじゃがあいつはあんたのことを大事に育てとったんじゃな。のう、キヨちゃん。うん。He's alive. まさか清美さんが無事でおったとはのう。小清水のやつがかくまっとったんじゃって。小清水は空砲で清美さんを撃ったんです。彼女を助けようと自分で腹刺した染谷に小清水もなんか感じるもんがあったそうで。あいつも世が世じゃったらあんなゲスどもに使われる男じゃなかったんじゃ。須貝と岩見の言いなりになっとる自分にええ加減嫌気がさしただけと違うんか。それでもいいだろ。おかげで清美さんは生きてる。南雲の頭も哀れじゃの。恋敵は清美さんのために自決した染谷じゃ。どうあがいても勝ち目はないじゃろ。しばらくは広瀬一家の立て直しに専念してもらおう。後のことを頼むな、田頭。松永の兄貴も沖縄に行っても達者でな、雄太。遥香ちゃん。はい、はい。もちろん春ともじゃ。桐生の兄貴のことは残念じゃった。わしらもまだ信じられん。 Damn, it's real. 阿川に強い人が。でもこの子は大きくなってもきっとおじさんの背中を覚えてると思います。私も絶対に忘れないです。おじさんとこれまで一緒に歩いてきた道の続きを今度はこの子と歩かなきゃ。The boys are back in town. Musho 出たとこで疲れとるやろが、俺らもお前が出てくんの待っとったんや。話は聞いとるやろ。陽明連合会と戦争が始まるで。四代目の首取られた言うて、若い衆が生きり立っとる。もう止められん。俺も気持ちはわかるけどな。そしたらどないする。六代目クルス・タケルは死に、息子の石見恒雄もぶち込まれた。
小清水って男は陽明連合会の跡目としてまだ広島を掌握できている。 Yeah, Yomei is about to get their ship pushed in. 今が広島への攻め時や言いたいんか。まあ広島でもうちの報復が来ると思うとるはずや。やるんやったら早い方がええやろ。俺は後悔している。言えた義理ではないが、俺はお前の親のつもりだった。ならば俺は親として伝えなければならないことが山ほどあったはずだ。だが俺はそのことに正面から向き合おうとしてこなかった。そんな俺の前にさまざまな親子の形が次々に現れた。しがらみや掟に縛られ、子供を純粋に愛してやれなかったことにようやく気づいた親。親を超えることで認めてもらえる、愛してもらえると堅くなにまで信じた子供たち。そんな親と子の隔たりが多くの不幸を招くのを目の当たりにした。彼らは親子として向き合っていなかったのだろうか。そうじゃない、彼らは親子の絆を信じていた。それぞれが苦しい定めの中で親子の絆を確かめようと必死で思い悩み続けていたはずだ。ただ彼らには親子として共に過ごす時間が足りていなかった。それだけだ。でもそれはきっと大切なことなんだと思う。だが俺も彼らと同じ鉄を踏んでいた。俺は曲がりなりにも登場界の四代目だった。六代目としてお前を登場界に引き込んだのも俺だ。最後、俺はお前の親としてそばにいてやる必要はないと思っていた。わお。堂島大吾を男と見込んでお前に全てを託していたといえば聞こえはいい。だが俺はお前と持つべきだった親と子の時間を捨てて運命と向き合わず、消せない過去からも目を背け逃げていただけだ。あの親子たちのことを思うと今の俺には言葉もない。そんな俺がお前や登場界の親だと名乗る資格はない。だからこの手紙を読んだ時、もし俺が死んでいたとしてもどうか親の敵を討とうなんて思わないでほしい。俺の命にそんな価値などない。それが俺の最後の頼みだ、大吾。親からもらった遺言を
俺は守ります。広島と戦争はしない。その上で陽明連合会にはこっちから申し出て五分の杯を交わします。キルーちゃんに先手を打たれとったわけか。俺はあの人の手紙に超えるべき親の背中を見た。うん。立派に親やったやないか、キリュウ。またこのビルでスカイファイナンスを開きますんでね。いやご挨拶をと思いまして。ああ聞いたよ、おめでとう。それで桐生さんのことですけど、伊達さんは本当にあの人の遺体を間違いなく確認したんですか？ああそうだ。よし、もう一回だな。頑張れ頑張れ。さあ来い、ハルト。頑張って、ハルト。頑張れ頑張れ頑張れ。もうちょっとだよ。すごいハルト。もうちょい。キリュウさんの死を確認したのはあなただけだ。その後遺体は不可解にもすぐ火葬にされちまった。キリュウには遺族がいない。あの日俺が遺体の確認に呼ばれたのは警察関係者の友人としてだ。何度聞いても答えは同じってことですか。いつか本当のことを話せる日が来たら、その時は違う答えを聞かせてもらいますよね、伊達さん。見えるか、桐生一馬君。つい今しがた大道寺稔先生が亡くなられたと知らせがあってな。誰だあんたは。私は政治家としてのいろはをすべて大道寺先生に教えられたものだ。今回の尾道の一件、マスコミも世間も大騒ぎだ。選挙も近いというのに全く困ったもんだ。火消しに追われて身が持たんよ。まあ時間が経てば火は消える、そんなものだ。だがつまらん火種が大事になることもある。超大和型戦艦クルスタケル、岩見つねお、それらと大道寺先生とのつながりが万が一でも表に出るようなことがあってはならん。そうだろう。もしあんたからマスコミにでも知れれば、先生の名前に傷がつく。するとそのことで過去の過ちを詮索される人間が出てくる。彼らの多くは今この国を支える